はい、おはようございます。よし、いいか。新年明けましておめでとうございます。なんていうか、はい、半田市番外編その2でございます。で、今日話しましょう。ここ、なんていうか、はい、あれですね、住吉町駅でございます。ああ、ずいぶん懐かしいですね。この場所もずいぶん行ってないから、ずいぶんと昔ってよりあれが変わって、ね、地形が変わってますね。とはいうも、はい、そうなんですよね。今の地形はこんな感じになっているんでしょうかね。昔はいろいろと面白いところがあったんですが、今はまあこんな感じになってしまいましたけどね。目の前のお菓子屋さんでは、どうやら変わったものが買えるようです。芋羊羹にいちご大福、それに水のしずくというお菓子もあるようですね。目の前には喫茶店もあって、といってもさっき通ってきた、通路からでも何軒か、ラーメン屋の隣にも、でも何軒かあったんですけどね、喫茶店。で、ここはというと、実は不登校時代の思い出の場所でもあるんですね。ああ、はい。で、昔はここにでっかいゲーセンターがあったんですよね。今は美容室になっておりますが。で、ゲームセンターがあった場所というと、ちょうどなったあたりなんですよね。ちょうどわかりますか？ちょうどなったあれだね。なんだっけ？そう。があったあたりなんですよね。なんていうか、駐車場あったらわかりますかね。はい。まあ、ずいぶん変わってますね。あそこには、整形外科があったり、予備校もあったりするんですよね。で、今はタイ、なんだ、タイ？ああ、タイ焼きだ。何もかも変わっちゃうもんなんですね。はい。それでは、今回はここで、番外編、ここで終了したいと思います。はい。カタルベギクとか、まあ、まだいっぱいあるんですがね。まあ、とりあえず、容量ももったいないので、ここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。